んにちは、ビッシュウィンドオーケストラフルートの木村美咲です。吉野由香です。島原恵里子です。よろしくお願いします。課題曲の2番マーチシャイニングロード、木内涼さん作曲。さあ、この曲は一体どういうところに気をつけて演奏したら良いでしょうか？そうですね、この曲は全体的にアーティキュレーションが細かく指示されているので、スタッカートの部分、それからスラーになっている部分で、トリオは長いフレーズの、スラーがつけられているので、そのアーティキュレーションの差をはっきり出して演奏するのが一つのポイントになると思います。はい、あとユニゾンも多いですね。全体的にあのフルートの1番とピッコロとか、フルート 3人全員同じとかが結構多いので、まあ、音程のところも注意して演奏したいですね。そうですね。それではお聴きください。F の2小節目、50小節目を演奏しました。こういう、マーチのトリオの部分でのフルートの合いの手っていうのはよくあるパターンだと思うんですけれども、この曲に関してはここの部分は、パーカッションがいなくなるので、ちょっとリズムが不安定になりやすいんですね。なので、しっかりとリズムをはめて演奏したいので、自分たちが入ってくる前の小節から、お休みの小節からしっかりと細かい音符を体の中で刻んで入るっていうのが大事だと思います。Dの5小節目から K にかけて4小節間を演奏しました。ここはエスクラとフルートが目立つところになっています。ここのポイントは1小節目から2小節目にかけての16分音符、最後の16分音符が速くなりやすいので、そこに気をつけることと、最後フォルテになっていてそこに向かっていくんですけれど、最後の小節は走らないように注意しましょう。それでは夏のコンクールに向けて頑張ってください。